住宅棟住宅棟と、業務棟、ラムザタワー、北側ラムザタワーは、埼玉県埼玉市南区にある、超高層ビル。武蔵浦駅周辺の再開発によるもので、超高層マンションオフィス、商業施設からなる複合施設となっている。全国生活協同組合連合会の本部が、置かれている。 旧浦和市による再開発事業として、武蔵浦和駅周辺の旧外区が開発する計画となった。そのうちの最初の再開発事業として、武蔵浦和駅第二外区第一種市街地再開発事業が着手され、同時に武蔵浦和駅西口からラムザタワーまでのペデストリアンデッキも建設された。最強線の計画が浮上した頃、環境開発が 現在の三外区の大半と二外区の一部を取得し、浦和市川から再開発の要望を受けて、プロジェクトが始まった。当初は建設省のインテリジェントシティ構想に沿って一棟のビルに住宅と業務を半分ずつ入居させる予定であったがバブルが崩壊し、テナント交渉が破断した。その後、政教連グループの入居が決定し、二棟の構造へと変更された。 裏は市内初めての100メートルを超える超高層建築物でもあった。また、リクルートコスモスにおいては、初の再開発事業で、東日本旅客鉄道においては、初めての再開発住宅の分譲であった。地権者により完成までの全記録が、ラムザ物語として書籍化された。人口十数人だったエリアに再開発後は、約1000人が居住。 約1000人が働いている。住宅棟の仮想会と、線路側に立つ業務棟には、オフィスや商業施設などが入居している。特に東側の棟には、春高時から、全国生活共同組合連合会の本部が入居し、全国政教連グループビルとなっている。また、線路側の公共空地には、公共駐輪場を備えた、四季彩りアベニューがあり、屋上は、 ペデストリアンデッキと一体化した屋上庭園となっている。ありがとうございます。